エイドリアン・ハワード・スミスはアメリカ男子プロバスケットボールリーグ NBA で活躍した元バスケットボール選手。出身地はケンタッキー州ファーミントン。ローマゴリン金メダリスト1966年の NBA オールスターゲーム MVP。スミスは NBA キャリアの大半をシ,ンシナティロイヤルズで過ごしたがチームメートにはオスカー・ロバートソンがいたため。 最初の数シーズンは彼のバックアップとしてプレーしていたが少しずつ出場時間を確保していき5シーズン目の1965から66シーズンにはキャリアハイとなる平均18.4得点を記録この年のオールスターにチームメイトのロバートソンとジェリー・ルーカスらと共に出場したスミスにとっては初めてのそして唯一のオールスター出場となったが スミスはこの試合で他のオールスター常連たちの誰よりも多くのシュートを打ち、18本中9本のシュートを決めてゲームハイとなる24得点を記録し、イーストチームを勝利に導いた。最終スコア137から94はオールスター史上最大の点差だった。スミスは MVP に選ばれ、オールスターの歴史にその名を刻んだ。 翌1966から67シーズンにはフリースロー成功率90.3%を記録しリーグ1位にランクされた。1969から70シーズン中にトレードに出されサンフランシスコウォリアーズに移籍。ラストシーズンは ABA のバージニアスクワイヤーズで過ごした。NBA、ABA 通算成績は11シーズン772試合の出場で 8750得点1739アシスト、平均11.3得点2.3アシスト、フリースロー成功率83.8%だった。basketball-reference.com。ありがとうございます。